したのかな、突然だね。気分が悪くなったの、頭を使いすぎだから疲れが出てきたのでしょう。勉強のしすぎたわ。たまには外にでも出てブラブラして、気休めでもしてきたら頭を使いすぎだから顔色が悪いのでしょう。勉強のしすぎたわ。ちょっと言いたいのよ一つだけ。デートの場所で教科書見るの、頭のいい人だったら効率よく勉強しているから、こんなダサいことしないはず。だからあなた受験2度も落ちたのよきっと。やめた。デートは久しぶり、あなたの顔見たら嫌気がさしたの。おしまいよ。バイバイ。辛いわね受験生。